ヒカルさん、はい。内定取る方法の続き聞きに来たんですけど、はい。本買いたくないんで、うん。早く説明してもらえますか？昨日見た夢の話。昨日見た夢の話。いや、まあ、本を買ってほしいんですけど。ああ、そうですか。うん。あのね、凡人内定シリーズっていうのがあるんで、はい。ぜひね、いや、そっち読んでもらった方が、話わかるんで、はい、確実に。まとまってるんで。僕は買わないんで。まあ、買わないでしょう、ね。はい、だって、あげてるからね。なんか、ポイントで、なんかいい、はい、いいの教えてください。いや、じゃあ、ちょっと前回話した、ちょっと学歴の話しておきたいんですよ。はい、あ、学歴。これ結構言われるじゃないですか。まあ、最近あんま言わないですけど、学歴差別とか、一時期やっぱ騒がれてたんですよ。はいはいはい。で、あれだ。ん？なんか、このランク以下の学歴はもう全部書類を落としますみたいな。あ、そうそう。フィルターをね、かけられてて、で、まあ、これは真偽は定かじゃないけど、うん、やっぱナビサイトって、そういう、うん。ちょっと待って、ナビサイトって何？え？まあ、リクナビとかマイナビとか聞いたことあるでしょ？あ、就職活動するときに、まあ、要するにプラットフォームですよ。そこに登録して、はい。あの、そこに仲介してもらって受けに行くっていうのがナビサイト。あ、すいません。ちょっと就活したことない。マジで何も知らんな。ですよ。はい。まあ、ナビサイトのサービスとしてもあるって言われてた。フィルタリングできるっていう。ああ、その企業が。あの、フィルタリングっていうか、その、はい、バサッと切るとかじゃないと思うんですけど、こう、要するに、こう、例えば、マーチ以上の大学生だけに絞る。シャッ！だから条件検索みたいな。あ、そうそうそう。絞り込み検索みたいな。そうそう。あの、皆さん、あの、スーモとかやったことあると思うんですけど、はいはい、あれもなんかいろいろ条件決めれるじゃないですか。賃貸ね。そうそう、賃貸とか、ね、家買うときとかのね、はいはい。あんな感じ。ああ。だって、できるに決まってるから。スーモとかでさ、うん、どこに住もうかなっていうのを探す感覚でさ、こいつにしようかな、こいつにしようかなって、まあ選ばれる立場になるわけだよね。まあそうそうそう。いやでも、学生側もやってるから。まあそうだよ。お互い様なんですよ、それって。確かに確かに。だからナビサイトは学生と企業の間に入ってるだけなんで、お互いがお互いにとって都合のいいようにサービスを作ってるんですよ。これはいい悪いの話じゃなくて。いや、てかむしろいいんですけど、まあ、事実という。そう。で、実際、学生は無料で使える。うん。でも、企業はお金払ってるんで、いっぱい。学生って無料なの？学生無料ですよ。めっちゃいいじゃん。そう。いや、だから、助かってるんですよ。ナビサイトは悪くない。あれはあくまでツールだから。でね。うん、で、学歴の話、うん。で、昔は学歴差別とかって言われてたと。で、最近言われなくなったのは、うん、なくなったんじゃなくて、表面化しなくなっただけなんですよ。うまく隠すようになったってことですか？そう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 。いや、だってそうですよ。へ、じゃなかったら、履歴書にそもそも書かせないから。あ、つまり、そう、履歴書に書かれる、書かなきゃいけないから、もうそこの事実はもう、あるわけ。うん、まあそうだよね。で、言いたいのは、うん、学歴差別があろうがなかろうが、うん、あなたの大学は決まってるし、それを受け取る側の、受け取る側企業、うん、受け取る側の企業がどうするかは操作できないから考えても意味ないです。確かに。確かにね。でもしょうがないから。就活直前の今は。そう。で、学歴差別が、この会社はあるんですよ。みんなの就活とかって、こう掲示板みたいなのね。聞いたことあるな。そうそう。まあ、要するに2チャンネル、5チャンネルみたいなもんですよ。うん、で、この会社は学歴差別をしているとか、学歴フィルターをかけているみたいなの書いてあるんですけど、うん、まず、真偽定かじゃないし、まあそうだよね、じゃあ受けないんですかっていう、じゃあ受けなければっていうだけの話なんですよ、これ。本当に。うん、いや、これは、何？いや、学歴がね、いい学歴持ってる人は、うん、お、やった、じゃあ俺有利じゃん、みたいな、まあ思ってればいいと思うんですよ。うん、で、まあ学歴にあんまり自信がない人たちに対して、これは切り捨ててるんじゃなくて、そこ気にしてたら負けだからっていう。まあ、無駄なメモリーを使ってる。そう。メモリーの無駄遣いなの、ね。もう負けに入ってる、そこの時点で。ダブルみたいな、ね。もったいない。またハンターハンターの、しかも結構ニッチなところ出してきましたけど、でダブルっていう分身する能力があっても、解説させんなよ。すいません。はい。まあまあ、そう、メモリーの無駄遣いですよ。はいはい、そんなところに容量割いてる場合じゃない。うん、で、一応言いたいのは、うん、じゃあ学歴差別だったら受けないんですか？その会社行きたいんじゃないですか？1% でも可能性があるんだったら受けた方が得じゃないですか？だってタダだもんっていう話でしかないんです。うん、
ですよ。確かに、ヒカル君100社受けろって言ってたもんね。そうです。またこれ別の動画で言ってるんですけど、基本的に100社受けるつもりでやってほしくて、うん、で、周りの、自分の周りにいる、まあ基本同じ大学、うん、まあ、同じぐらいのレベルの大学にいる人たちの10倍動いてほしいんです。はいはいはい。そしたら、周り、少なくとも周りの奴らよりは絶対にいい結果が出せる。そう。だって、受けなかったら受かる可能性 0% ですけど、1% しか受かる可能性なくても、ね、100回受けたらね、1個引っかかるわけだから。まあそうだよね。なんかたまにさ、すごい有名な企業の人と会って、うん、ちょっと話すときに、はい、何々大学卒業ですっていう話になったときにさ、うん、あ、意外とそんなもんなんだみたいな、うん、ことあるよね。そうなの。期間は全くしてほしくなくて、うん、受けるのただだし、勝負するだけ得なんで、で、うん、もしそこで落ちたとしても、その次、経験生かせるんで。うんだから就活ってすごく時間が限られてるから、なるべく早い段階でたくさんたくさん受けて自分の練度を高めていく必要があるんですよ、うん、でその中にとても自分の大学では入れなさそうな大学とかも受けたらいいんですよ、はいはい、だって練習だから。でもしかしたらワンチャン入れるかもしれない。でさっき河野さんが言ってた通り、うん、意外とものすごい有名な大きい会社でも、うん、意外と学歴がそんなに高くない人っているんですよ。で、これは諸説あるんですけど、うん、会社によって考え方が全然違うから、うん、本当の大きい会社は大体このぐらいの大学でこれぐらいの人数を取る、この大学からこれぐらいの人数を取る、でそれが偏差値が落ちていくにつれてその人数が減っていくんですよ、はあ、そんなある。これはある。組織的にやってるから、計画的にやってるから、偏らせないために。あ、だから自分がじゃあその下の人数少ないところに滑り込めばいいだけの話なんです。あ、全然ある。で、ね、本当の本当に学歴を全く見ない会社もあるし、でもそれはもう表向きには分からないから受けるしかない、うんうん、まあうち学歴差別してますと言わないもん、ね、絶対に言わないそう、印象悪いもんね。そう、むしろその学歴差別みたいなところが表に出しにくくなってるから、学歴、うん、まあ、フィルターみたいななってるから、もうどん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 こう内在化していって、うん、本当に外からは分からなくなってるからこそ受けるしかない。でね、はい、学歴で差をつけられて、あ、じゃあこの人早慶ね、あ、この人はなんちゃらなんちゃら大学ね、はい、じゃあ落としますって なるような会社にそもそも入りたいですかっていう話で、どう、ね、入ってから大変ですよ。まあ潜り込めたらね、それでもいいっていうのはあるかもしれないけど、入ったら壮絶な差別食らうと思いますね。自分の学歴が低い場合ね。そうそうそう。で、そもそも入りたいですかっていうのはあるんですけど、まあそれでも入りたいという人も当然いるでしょう。じゃあ受けましょう。で、さっき言ってたように、うん、本当に大きい会社だったらこのレベルから何人ってやってるから可能性は全然あるし、うん、そうじゃなくても、これも前の動画でちょっと言ったんですけど、うん、自分の大学が10段階評価した時の何番目ぐらいに、うん、10段階はちょっと多いな、5段階評価した時の何番目ぐらいにいるかって考えた時に、うん、自分の2個上レベルは倒すのは結構頑張らないといけないけど、うん、1個上は余裕で戦えるっていう、イーブンで戦えるって思ってていいと思います。はいはい、全大学を5分割した時に。そう。1個上は余裕で戦える。で自分の大学 の、 就職相談課とか、うん、いろいろあるんですけど、うん、ありがたいことにね、うん、卒業生の方々がどこの会社に行ったかっていう資料を、ね、残してくれてるんですよ。そのデータになってるんだ。データになってる。それ片っ端から見て、この人、その人たちが入ってるとこ全部入れるんで。まあ、確かにね、それはそうだよ、ね、入ってるから実績があるんだ、ね、そう。だからそれで比較的有名な会社とかいい会社とかあったら、もう片っ端から受けたらいいと思います。でもその人がフランス語喋れたり、海外青年協力隊行ってたりする可能性もあるってこと、ね、可能性ももちろんありますよ。それあるけど、少なくとも学歴で落とされてはない。確かに。ってことになるんで。そうだね。ね、就職活動のこうやり方みたいなのを、こう攻略の仕方みたいなのを、教えてくれる人って世の中にいっぱいいると思うんですけど、うん、でも結局やるの自分なんで、うん、自分が操作できる範囲のことを全部 100%、110% にしていくっていうのがあなたが今やるべきことであって、対極的な社会構造的な話は今考えることじゃない。学歴差別をなくそうとか。そう。それ会社に入ってからやる。入ってからやってください。しかもそれ自分関係ないからね、うん。社会貢献みたいな感じになるから。そうだね。そう。だからそんなことは考えなくていいから、学歴差別があろうがなかろうが、今あなたがやるべきことはエントリーシート送って、うん、面接に行く、これ。まあそうだね。そう。だから、考えなくて大丈夫です。っていうのが今日言いたかったことです。あ、学歴は結論考えなくていいと。
そう、別にあってもなくてもどっちでもいいですっていう。なるほどね。職歴は？職歴はね、あ、でも既卒？既卒みたいな感じになると思うんですけど、職歴あって、うん、そのある程度若い人が受けるときって、既卒は全然大丈夫。あの世の中ね、意外と広くて、うん、新卒だけど28歳の人とか、うん、たまにいるんで、はいはいはい、世の中広いんですよ。完全に職歴なしの場合は、うん、その人たちよりはハード。会社員経験とか、労働経験がないだから、リスキーなんですよね。わからないから。だからこそ、伝え方が重要になってくるわけですよ。はいはい。ね、とてもあの同じ土俵で平等に戦えますはこれ嘘なんで、それ言ってる人いたら嘘だから、うん、あのはっきり言うんですけど、やっぱり自分のそのディスアドバンテージを覆していくだけの努力はやっぱ必要だけど、僕は戦えると思う。なるほど。じゃあ学歴が微妙だろうが、うん、職歴が微妙だろうが、はい、やるしかないってことで、やるしかない。変えられないところを考えてもしょうがない。やるしかないから、やるしかない。なんだっけそれ、わかんない。塾塾。いやでも私はこれすっごい、はい、あのキャッチコピーだなと思ってて、そうだよね、やるしかないもんってなるっていう。いやこれ本当にあなたが本気であれば本気であるほど具体的な行動にぜひ移してねっていう。いやいい話聞けました。はい、僕も頑張ります。そう、まあとにかくいいんで、気にしなくて、メモリを無駄遣いするなということですね。自信持っていきましょうよと。わかりました、ということですね。頑張ります。頑張りましょう。はい。じゃあお疲れ様です。はい、今日はありがとうございました。宇野でした。はい、川本でした。今回の昨日見た夢の話は以上です。話してほしいテーマ、企画、質問など随時受付中です。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。